にゃーんこ、大戦争 <noise> 合ってんのかな <laughs> なんだっけ <laughs> やはら、皆さん、こんにちは、やぴんです。<laughs> なんだっけひもじいが今日のオープニングを伝授してくれたんだけど、一瞬で忘れた。トイレ行ったら忘れた。<laughs> はい。本日はこちらでございます。ファイナルの B1 です。なかわいい、すごい。はい。こちらを。 レビューしていきたいと思います。ひもじいがどうぞ。ひもじいがどうぞ。Be my baby, be my baby。えなあ、こう歌ってだって歌ってもいいんですけど、もう厳密に言うとですね、まあこれ二次利用って言ってですね、あの有物の曲を歌ったり弾いたりするのは二次利用って言って違法ではないんですけど、うんえー、正式にはそれを使って で、えっ、ー、とね、広告表示して収益得てるんだったら。著作権者に全部収益を上げなさいっていう決まりになってるんで。まあ、かだからね、ピアノユーチューバーとかね、あの辺の人たちね、どう収益どうなってんのかな。って謎だよね。ただ、単純に A. I. 審査くぐり抜けてラッキー。ってなってんのか。うん、アレンジ入れたりしてさ、弾いてるとさ、うん、A. I. が。著作権違反判定しないからさ、うん、すり抜けちゃうじゃん。ええー。 それでラッキーってやってるんだったらそれはあの皆さん著作権法に違反してますよずるいよね二次利用は違法じゃないですけどあの収益は全部著作権者に行かなきゃいけないだからうち音程外していつも歌ってるんだからお年そうだよっていうかまあこんぐらいの利用ならいいんですけど、うん、あの人たちカバーしちゃってるかガッツリだよねだからちょっとねどうなってんのかなって感じなんですけどまあそれはねカラオケ配信者がねとんでもないことやってるからさえそうなの 余計、規制今後厳しくなると思いますよ。というわけで、ファイナル B1 ね。去年、B2、B3 はやってますね。これで B シリーズ終わりですね。B1 <う>、ずっとやり忘れてたら。GO さんから貸し出しで。<laughs> ついに B シリーズ、フルコンプリート。こた確か、ヌフちゃんが使う、愛用してるんですね、B1 は。<ー>で、こちら。 えっと、ワンダイナミックドライバーとワンバランスドアーマチュアのハイブリッドになっておりまして、OFC シルバーコートケーブル、で、MMCX 端子、ステンレス鏡面仕上げの相変わらず B シリーズは美しい黄金色のハウジングになっております。すこの辺は B1、B2、B3 ね、一緒なんでね。というわけで、付属の 3.5mm シングルエンドでヒリスの XO で、 iPad12.9M1 で聴いてまいりますが、はいえー、いつも通り Apple MusicAppleAAC ファイルで聴いていきたいと思いますはいえっとボリュームが大きかったら言ってください、はい、小さくても言ってください、はい、というわけで BLACKPINK <誰>さんで「ラブシック g o r ルズ s <laughs> ちょい大きめもうちょいはい やっぱ一個下げる。<laughs> ああ、おファイナルサウンド。あ、でもすごい聞きやすいバランスいいし、ボーカルクリアで、体型も程よく聞いてて。はい。でススタタンンババイイミースタンバイユーうん。女性も男性も合うね。 これもなんかチュールに向いてそうはいワリマさんでともにうんああバンドの迫力もいいねドラムとの感じの相性もぴったりだしはい EDM ノートでダンスミュージックこれも合いそうだな EDM おお、やっぱ合うねはいホワイイトトススネークでスティルオブズナイトなんだろう飽きないなやっぱちょっとこうなんだ迫力というか元気要素も入ってるから余韻もいい感じ 個人的に空間とかそんな感じられないな。はい。須田まさきさんで間違い探し。うん。あーバラドけいいね。はい。綾瀬さんで夜撫でる目の ううん、うん、打ち込み系もバランスいいしぴったりはいサマーウォーカーさんで「カルマ」うん,うんうんんかもうずっと聴いてられる音って感じはいアニタ・ベイカーさんで「You bring me joy」 あっ、うん、これいいねボーカルと音のバランスボリュームのバランスもぴったりだしはい「ColdplayBTS で MyUniverse」あーこれはもう安定にしていいねはいでですね、うん、このイヤホンはね矢沢さんでもなければね、あのー アリアナグランデさんでもないですね。<え>僕いろいろ聞いて発見し一番ベストマッチするのこれからかけます。えミヤミちゃんは多分この映画見てません。えー、愛と青春の旅立ちよりジョーコッカー＆ジェニファーこれ誰だっけロペスじゃなくてジェニファー何なんだっけ忘れちゃったすいません。えっ、ー、と <laughs> 愛と青春の旅立ちあジェニファーオーンズだ。<laughs> また初めて聞くような曲です。 おぉおおなんかさっきまで全然感じなかったこう広がり空間とかが急に出てきた感じ。曲によってそんな変わるのかなめっちゃ綺麗 はい、これが真の実力これさ「ちゃらンチャラン」とかさ「カーン」って言ってるの何あの音は楽器なの何の楽器ピアノいや今言われても分かんないですけど細かい音も聞こえますけどもなんかすごいね、えー、これはあの僕らが高校生ぐらいの時に大ヒットした「愛と青春の旅立ち」という映画の映画のテーマ曲で全然超売れた大ヒットした曲ですんかキラキラとした感じがすごいね、うん だそういうなんか楽器の音が得意なのかなと思ったこ,この曲を聴くとこれの真の実力がわかる感じで皆さんも是非ね「ビ b ーンー持ってらっしゃる方「愛と青春の旅立ち」たちジョー・コッカーさんとねジェニファー・ウォンズさんの聴いてみるといいと思いますよ、はい、新たな発見があるかもしれないですよ、うん、僕はもうね凄まじい曲数聴きますからねデビューチェック前はほんとだよね,なんでね いつもと違う曲でみやびに判断してもらいましたが、感想はどうですかはい。まあ、それさっきのあとプラスで、うん、なんか絶対的にチルな感じでまたで、なんかこの見た目にぴったりな上品な音が楽しめる、です。え <laughs>、うん、<laughs> だからすごい、値段によっては。うん っただななと思けどんか正直すごいなんか「ここが違う」とかっていう感動はなかったからなんかちょっとフラット感情は良かったんだけどもちろん悪くないんだけど「ウォー」っていう何か特化したものが分かんなかったからフラットな感じ感情はでも普通に良かったですもうね B2 と B3 忘れてますからね安くねえよ あん時もあんた「高っとか言ってたからね。したっけ、うん、というわけで僕のターンで言っていきます。音質から。えー、はい広域はですねコリッとした広域でツヤと伸びとクリアさもあります。で解像度も高くてリズムを刻むハイハットやシンバルの金属音も綺麗に程よく鳴らしてくれます。綺麗に程よくです。嫌、うん、な広域ではないです。うんうん、でミッド中域はもうボーカルがきちんと前に出てきてボーカルの細かな表現もつかめます。 で、オケとの分離感は良くて、オケはボーカルから若干距離が離れます。で、オケのツヤや空間表現も良くて、定位感も良かったです。で、ロー低域は、もう迫力もあって十分な量の低域で、生ドラムのバスドラムのあの皮のベチベチ感も表現してます。で、厚みもあってベースラインの重さも十分でした。で、ビートのキック感、アタック感もいいし、重低音も出します。で、沈み込みもあります。 <laughs> で、音ウン上は左右に広く上下に若干広いですで。空間はね、十分な低域に下を支えられながら、まあ中域が真横から広域に向かって上に伸びていく空間となってました。 まあ、いわゆるドンシャリ系をベースに中高域がしっかりと出ていて、ボーカルも引っ込まずきちんと前に出てる感触よりの中高域固めなサウンドといった感じですね。クリアサウンドですね。要はね。<laughs> で、EDM 系はもう重低音も気持ちよくて厚みとアタック感とキレもあって、中高域のキラキラしたサウンドが気持ちよかったです。で、ハードロックやメタルは、 も厚みのある中低域で迫力があって中域の主張もきちんとあるのでもう激しいギターサウンドやボーカルも楽しめてあと激しいシンバルのクラッシュ音とかも楽しめますなので結構中高域に、えー、音源が音をこの辺に散らばってらせてるとそれがよく聞こえてでそれがないと空間狭く感じる<う>それがあるとあこんなとこで鳴ってるっていう空間の広さが分かります。 で、R&B やバラードはもう、ボーカルはもちろんなんですけども、ピアノの表現力が良くて、ピアノのリバーブの余韻とか、リムショット、ドラムのリムショットの質感も良くて、中高域の余韻はすごい良くて楽しめます。なんで、まあ、チルとかもいいと、ジャズとかも合います。で、中高域が、まあ、感触よりで、低域がウォームという、まあ、最近多いですけどね。何個かやってますけど、そんな感じのバランスで、 完全な感触系ではないです。ファイナルなので。うん、<laughs> ファイナルサウンドでありながら、そんな感じのバランスで。うん、で、中高域の透明感ときらびやかさに、ウォームな低域がうまくバランスされていて、まあ絶妙な音を楽しめるサウンドかなといった感じです。なので、ウォーム系、ナチュラルフラット系、チル系が好きな人には、ちょっとお勧めしないかなと、というん、<laughs> 感じですね。で、 まあ、ファイナル。A もやりましたし、えっと、E もやりました。これで B B、B も B1、B2、B3 とレビューしてきましたが、まあ、それぞれに特徴あって、まあ、価格も変わるんですけど、B シリーズは。まあ、透明感もあって、中高域が固めで、透明感のあるサウンドが好きな人、だから、中高域固めで、透明感のある透き通ったサウンドが好きな人は、B1 かな。いう感じがしました。 というわけで、さあ、郷さん、ドキドキしておりますえ。前回は勝ってますよね。確か。覚えてません。私はすいませんけど。<laughs> まらいっぱいいっぱいやるんでね。はい、本当に、バンバン、まあ、半分に撮影本数減らしてるんですけど、うん、今まで1日8本は撮って撮ってたんですけど、うん、そういう意味4本に減らしてても、うん、もうお互いもう、毎日ひっちゃかめっちゃかなので、はい、もうね、終わったものは忘れていくというね、<laughs> あのことにしてるんで、申し訳ないんですが、あの、まあ。 こんな感じで。えー、価格ですね。はい。えー、ファイナル B1。B シリーズで多分一番高いです。1が付いてるんですね。うん、えっと、E イヤホンさんで、定価です。定価いますね。79,800円です。で、7,980ポイント付いてくるんで、<laughs> まあ実質72,000円なんですが、7,000円ぐらいか。なんだね。なんですが、まあ中古がもう、これ古いんで、うん まだ新品発売されてますけど息の長い製品なんで中古状態のいい中古がすっげえ出ててそれは4万ぐらいですあんだから僕は中古狙った方がいいかなっていう気がしますねどうせ家使えるんでそんな違うのにうんもうな出てすげえ時間経ってるから中古の価格も下がってきてて結構中古は手に出しやすいか新品だと7万円いっちゃうんでまあその辺ちょっと加味して 聞いていてきましみやびさんはファイナル B1 イヤホンさんで7万1,000円ぐらいです新品中古は4万ぐらいです買いますか買いませんか買いまーせん、うん、4万でも4万だったら、うん、正確に言えば、うん、私は買いません、うん、<laughs> だね、うん、買ってももちろんいい値段になってるし4万だったら、うん、で中古だけど新品なわけじゃん、うん、全然いいじゃん と思うんだけど私ははは感動は今回はしなかった、うんまあ、聞いたにに君が気に入らない音だなとんだけどっていう悪くないんですけど、ね、言いいどまり、うん、特化したものが私の中で響かなかったなっていうあまあこちらはあの好みでやってますね好み担当なんで, <laughs> で最近ねなんかねあのまた新しいコメントでねみやびさんのなん素人みたいなコメントがいやだから素人担当だって一応コメント説明してきました。<laughs> <う>素人担当で 僕がプロで冷静に客観的に言ってるチャンネルなんで、ここは素人です。素人担当がんて言ったの、うん、だからコメントが素人みたいだったきなるコメントが<ー>だから素人ですって。素人だっつーの <laughs> うの、ん、うちはそれでずっとやってて、<laughs> えー、で、みやびの素直なリアクションを見て購入決める皆さんも多いですよって言ったら返事来るなだね。い <coughs> ちゃんと見てから言えバかーいやー <laughs> <laughs> まあ、私今ね、オラオラ精神だオラオラ、結構機嫌悪いん、はい、最近オラオラ来てるんで、はい、怖いっすよ、俺。さっき5発殴られたんで。殴ってねえわ。玄関開けた瞬間に、おい、ちょっとバーンバーバーッ。いやばすどこぞのすいません、すいません、宮美さん。どこのくくれ。怖いからね、もうね。はい、どうぞ。はい、ひもじファイナル B1、こちらありますか、ありませんか売りません。<laughs> えーっとね、正直ね、B1、B2、B3 と、ね、 全部やってきて、で、ジャンルや気分や音源ごとに、やってきてね、思うことは。うん、まあ、ファイナル好きな方は B 1、B1、B2、B3 全部持ちましょう。中古でもいいんで。うんうん、で、ジャンルや気分や音源ごとに使い分けるのが一番ベストだなと思ったんで、全部性格変えたあるん、ね、で、チューニングが。うん だから、これにはいいけど、これにはって場合があるんで、もう B 全部揃えて、新品の買う高いんで、中古のランク A とかを3本バッと買って、でも、気分と音源とジャンルで、これが一番いいと思いました。で、B1 のね、この硬めで感触よりだけど、定期はしっかりとウォームに出てきて、ボーカルがとてもきれいに出てくるサウンドは素直にいいと思ったんで、ボーカル重視する方、中古域重視する方はいいと思います。 まあだから価格層の音はしてるとファイナルなんでね、思ったんで、まあいいかなっていう判断でございます。というわけで引き分けになりましたが、ゴーさん。ちょっとね、今ね、変装の方もですね、この間のユニタンさんプレゼントすらまだ遅れてなくて、コレールの方は、エグっちゃんが発送してくれるんで早いと思うんですけど、僕が今発送処理が 結構できないいぐらいあのそうなんですみんなそんぐらいできんでしょって思うんですけどうちのお妻さんは医療従事者で帰ってくるの遅くてでコンビニに発送しに行くっていうのができないので近くの営業所にいつも持ってってるんですけどお妻さんが行ける時と僕が梱包作業をできる元気がある時にやってこれ明日出しといてって言ってやるのでちょっと発送作業が滞っちゃってますんで申し訳ありませんが。 え、しばしお待ちください。というわけで、え、これでゴーさんは2本終わったので、え、分今週中に早ければ変装できますが、できなかったら来週になっちゃうんで、ちょっとすいませんが、お待ちください。い。というわけで、え、ファイナル B シリーズこれで完結いたしました。 えー、見直したい方は B1 B2 B3 全部レビュー上がってますので見てくださいというわけでごもさんありがとうございましたありがとうございました私はドランシャーはいでも私見た目すごい好きだったからなコこンん人ひ,ひねりあったらよかったな はい。でも本当に、あの、値段のね、もの以上はあるじゃないかなと思うので、よかったら皆さんもぜひともチェックしてみてください。今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。